うれ、これかご飯あげられないって。あのね、あの普通に無理なんで純粋に包丁でやりますね。包丁で切るのが一番いいんだから。このショップで割るとか意味わかんないし、なんでショップで割る必要があるの、意味わからんし。さあつけ、はい、大好きな追加です。つけ、お前あれこれ何ですか、あれ汚い鼻。こっち来る、ほら、つけ、つくね。鼻汚い、鼻汚い、危ねえ。うわ、すっげえ。これね、視聴者さんからいただいたスイカなんですけど、多分僕らが食べるのないですね。まるっと食べる。でね、コルクはね、やっぱスイカあんまり好きじゃないみたい。ウールとつくねはもう残さず食べるんだけど。で、ほら、ウールは中身だけこう綺麗になってる。もうつく関係ない。うわ、あとで水まいとかないと虫湧いちゃいそうだね。いや。
もう飽きたんで。噛まれたら指取れるから気をつけないと。一番いいのは一口大にしてあげるのが一番いい。毎年ね、ツッコむために視聴者さんがスイカをくれるんですよ。赤いとことか関係ないやん。赤いとこが一番おいしいやん。おお。ご飯食べてこれだからね、すごいよね。赤くない。ああ。危ない危ない。痛い痛い。それやられた？近いで。蘇生したとはいえやっぱちょっと昔の名残があるからやってくるよね。危ないですね、油断してる。ちょっと待って、ウールの口の周りめっちゃ赤い。唇みたいになってる、取ろうとするとほら、うーちゃんちょっと待って、うーちゃん。人間みたいな食べ方する。可愛い食べ方する。圧かけてくるんですけど、ね、可愛いケツ取ってすっげんのケツを。
もういられんのって。危ない。助けに来てください。